おいす、六歳さんです。今回は六歳さんが地元釧路に帰る様子をお届けしたいと思います。 JR の車窓なんですけど、ちょっと窓が汚いですね。北海道なんであんまり何もないです。で、徐々にね、地元に近づいてくるにつれて、さすが霧の町ということでね、海の方もガスがかかっておりますよ。ちょっと見て、みんなわかる？虫が乗り込んできたの。はい、そんなこんなで海と続いてるんですけど、もうすぐね、地元釧路が近づいてきております。はい、こちら釧路駅に到着でございます。なんか出たね、ごめん。で、駅に到着したんだけども、お腹が空いてね、で、6歳に戻ってきたらこれは食いてえなっていうのがあったんですよ。それをね、これからお届けしたいと思います。それがジョイバックチキン。こちらがね、カレーチキンってやつなんだけど、6歳がこの子供の頃からあるやつで、すげえうまいんですよ。で、見てこの空、青いでしょ。すごい綺麗なのよ。で、これでね、6歳やりたかったことがあったの。6歳太ったな。ピクニックテーブルとバーベキューコンロのセット、これね、妹がさらにこうやって傘を買ってくれたんですよね。いつしか家はあんまりアウトドアをする方じゃないので、こういうセットって実家になかったんですよね。なんで今回寄贈しました。これで家族団らんを楽しんでほしくてね。はい、で、こちらがおかんでございます。おかん乙女座りしよるね。で、こっちがおとん。おとんね、ビデオカメラ撮ってます。お腹は…で、いつしか家と妹の友達を呼んでバーベキュー。6歳太ったな。楽しい時間はあっという間、もう帰りの時間でございます。結局ですね、予定していた日数、帰りの日数を延長したことで、妹にね、送ってもらうことになりました。妹と6歳はちょっと別のところに住んでるんですけども、方向が途中まで一緒なのでね、妹に運転してもらって、6歳はね、こうやって悠々と、動画を撮ってるわけでございますよ。どんな動画にしようかな。これ動画にしようと思ってたんでね、どんな動画にしようかなとか考えながらね、景色をブラブラ撮ってたわけです。で、なんだっけ、トマムのなんかリゾートのあれが見えたところで、終わりにしたいと思います。でもいい旅でしたね、すごくね。いろんなものがあれでした。おいっす、六歳さんです。ということで、今回ね、連休をいただきまして、実家に帰ったわけですけどもね、ちなみにこちらの写真は妹が6歳のために作ってくれた、アスパラの肉ブリッジです。これを背景にね、ちょっと喋っていきたいなと思うんですけど、チャンネルのことについて触れていきたいと思います。連休いただく前にね、収録した動画をお届けするっていうことでお話してたと思うんですけど、すいません、こちらですね、動画データがまともにちゃんと使えなくって、結局おじゃんになりました。で、配信できる環境にもいなかったので、配信もお休みしたということでね、最近また長いお休みをしたばっかりなのにまた休んでしまったんで、これは頑張らんばいかんなということでね、ガバイ6歳さんは、8月からね、ちょっと一生懸命力を入れてやっていきたいと考えているところです。それからね、実家に帰って、両親といろいろ話して、実はね、ここだけの話、両親にはね、YouTube やってるって話したんですよ。それはね、6歳さんの、おとんが誕生日だったんですけども、実際これ撮ってるもうちょっと数日先なんですけどね、誕生日プレゼントを渡そうということで、売れ丸グッズをね作って、何これみたいなリアクションになったんですけどね、渡したわけです。はい、でその時に、やっぱりね、事情を話さないといけないものがあって、ちょっと軽く話をしております。あんまり両親興味ないみたいね。でもね、その時思ったの、やっぱりね、1万人超えてから言おうと思ってたね。でも今ほら超えてないじゃんね。だけど、もうこのタイミング